はい、こんにちは、タカです。かき森で作ったオリジナルノート、オリジナルインク、はい、こんな感じなんですが、とりあえずちょっとオリジナルノートから。いやー、よいしょ、これ結構迷いますね。本当に迷います。どんなのにしようかなって。でとりあえず今回は僕こういうノートにしてみました。もうこの表紙と背表紙と、あと中の紙とこういうリングとかね、まあ全部いろいろね、自分の好きに好みのやつを選んで作るんですけど、まあ表紙でまずすごく悩みますよ。本当ね、いろんな表紙があって値段も様々なんですけど、これはいくらだったっけな、まあ、ちょっと忘れましたね。いくらだったかな、これ300〜400円とかそれぐらいかな、もうちょっとかな、それぐらいのね、表紙。これちょっとね、動画でわかるかな、紙じゃないんですけどね、で、まず一番最初に僕封筒をつけました。ちょっとメモとかそういうのを少し入れることができるように。でこの封筒を下にしようかと思ったんですけど、下にして後々なんか書きにくくなっても嫌だなと思って、まあ一番最初にこの封筒を持ってきました。で、こっからですね、まずはこの紙が、フールスです。でいろいろね、紙たくさんあるんですけど、いろんな紙試し書きできるんですよ。でよいしょ、フールス紙、フールス紙が、このサイズ B6 サイズです、このノートね。18枚1パックっていう単位で B6 サイズが130円、だったので、まず最初ね、フールス紙を2パック2パック、入れました。で一応ね、いろいろ万年筆とかボールペン鉛筆あるんで、でこういうサンプルの紙にね、万年筆で基本僕は、いろいろ書いて、にじみ具合とか確認してという感じでね選びました。バンクペーパーっていうのもね、なかなか良かったかなとは思うんですけど、17枚1パックで B6 だと160円、でも書き心地とかね、いろいろフールス紙が良かったかな。で、ちょっと一番ね、紙質的にこれいいなっていうのはこのコンケラレイドっていう紙、これ14枚1パックなんだけど B6 で300円で結構高いんですよ。でもね、これ書き心地すごい、高級感もあっていいなと思いました。でも、今回は使ってません。ちょっとね、次またノートね作ろうかなと思ってるんですけどね、次はこのコンケラレイドを使ったノートをね作りたいななんて思ってます。いろいろありましたね。でね、かき森にあるユポ紙、僕がよいしょ以前ねイベントで買ったこれ、ヌルリフィルってやつ、すごい万年筆の
なんていうのかな、書き心地が素晴らしくて気持ちよくてっていうね、これユポシを使ってるんですけど、書き盛りに置いてあるのもユポシなんだけど、違います。このヌルリフィルはね、そのちょっとね特殊な加工してあるんで普通のユポシとは違うんですよ。でも書き心地はね気持ちよかったんですよ。だけどユポシは、インクがねいつまで経っても乾かないんですよね。全然乾かない。まあ紙に浸透していかないんでしょうね。本当に乾かない。なのでなんかの紙にね、僕はあこれかな、バンクペーパーの裏にこうやってよいしょって最終的にはつけて乾かしちゃったんだけど、うん、本当ね、本当にこのユポシ気持ちよく書けて、あこれいいじゃんいいじゃんって思ったんですけど、万年筆のインクはねユポシ本当に乾かない。なのでいい書き心地でもちょっと手帳とかねそういうノートに使うんだったら難しいでしょうね。うん、はい、まあね本当いろいろ紙ありました。フールス紙がまずざーっとね入ってます。でフールス紙が終わったところで一旦よいしょ、こういうねちょっと厚めな半透明の紙を挟んで、こっからこれ、ともえリバーです。僕の大好きなともえリバー、これ見えるかな、方眼なんですけどね、うん、方眼のタイプにしてみました。はい、これはね33枚かな、あれともえリバー、トモエリバー書いたのがないな。うん、どっかにあると思います。トモエリバーは確かね、33枚。薄いからね。33枚で1パック。で、値段が160円とかそれぐらいだったような気がします。ので、これ2パック。うん、66ページじゃないか、66枚。以上で、下敷きはこれはねつけてくれました。うん、で背表紙が紙、そっかこれなんかね閉じにくい、あこれのせいか、まあいいや、背表紙はちょっと厚紙って感じのねグレーの紙にしてみました。うん、まあ背表紙と表紙と同じやつにしてもね全然いいとは思うんですけど、うん、まあとりあえずこんな感じのをね作ってみたんですよ。で全部この辺合わせて1800円ぐらいかな、オリジナルノートに使った金額1800円ぐらいだったと思いますね。でこれもし、まあ、全部ノート使い終わったらこれもう一回全部バッと外してまた新しい紙を入れたりってこともやってくれるみたいなんですけどね。うん、はい、まあとりあえずねこのノートを僕は一体何に使うのかっていうそこなんですよね。いろいろノート使うことは あるけど結構目的を決めて使いたいですよね、こういうノートって。スケジュール帳とかもね基本僕スケジュール管理手帳でやんないから、うん、あのスケジュールとかその辺の紙は入れてないし、どうしようってちょっとね考え中です。うん、はい、というわけでこれがノートでインクです。